友達テレビご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この日本人を語るもですね、8回目に入りまして、前回から少し踏み込みましてですね、我々日本人とは何なのか、これを、古事記、日本書紀、もしくはその他のですね、いろいろな話からですね、明らかにしていこうと、いうことで、前回は、昔の神々と今の政治家がいかに違うかという点に焦点が当たりましたが、今日は、一番最初の神々、ものすごい数が多いんですが、それを少し割愛いたしまして、イザナミイザナギ、このイザナミイザナギっていう話っていうか、ご夫婦というか神様を知っておくことは極めて大事なんですが、私なんかもそれほど若い頃知ってたわけじゃありません。それから、それに続くアメテラス大神、それを理解しないと、前回ずっと前に先生がお話になったシラスとか牛役とかですね、そういった日本人の根本的政治体制、社会体制を理解することはできないというつながりを持っておりますので、今日は先生にですね、イザナミイザナギあたりからですね、話を進めていただきたいと思います。では先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すいません、誤字がありまして。誤字がありましたか。はい、イザナギとイザナミの、ニシンは小野黒島に降り立ち、国を生み、神々を生み、ここの海、子供を産む方の産む、なるほど、海の果てに偉大なアマテラスオオミカミを生まれられた。いや、日本の文化はね、一時ぐらいおかしかったりね、前回なんかね、カッコの一個がね、ちょっと違う方向に向いてましたけど、そういうのをあんまりガチガチやると日本人ではないってことですのでね。はい、行きましょう。いや、すいません。いや、どうも。直前に直せばよかったんですけど、ごめんなさい。ここでイザナギとイザナミという神様が登場して、で小野黒島に降り立ちましたと、で 国を生みました、つまり最初に国土を生み、そして神々を生んだ、つまり国土と、神々というのは我々のご祖先ということになるわけですけども、国土と人は一体だってことですよね。ある意味兄弟であると、でこのことはもう古事記日本書紀、日本書紀通じて一番最初から我々は透き通った天と、それから重く濁った土の両方からできてると、で透き通ったいわゆる御霊と、それから肉体は地面でできた作物、地面からできる作物によって肉体が出来上がってるんだから、清らかで澄みて明らかなるものと重くて濁れたるものの両方を持ってるっていうのが基本的な考え方になるわけですね。でその重くて濁ったもの、としての国土を生み、その国土そのものが神聖神様としての、命を持ち、そしてさらにその中にそれぞれの各神様が生まれて、で最後に、偉大なアマテラス大神様がお生まれになるというところまで物語が進んでいきます。でこのイザナギとイザナミの物語でも、その愛する妻よって、またこれ、泣かせるすごい話があるんです、なかなかイザナギという夫の方は妻思いの男ですよね、妻思いですね。どっちかって言ったら妻がリードする感じの心優しい夫っていう感じだけど、そんなんでもないですか。 お互いに力を合わせて、力を合わせてですね、なるほど、まさに喜びあふれる楽しい国を作ろうとして国を生み、なるほど、神々を生んでいった。僕なんかこのイザナミイザナギの話を読みますと、大体妻に押さえつけられてる我々のような感じがするんですけど、こうしなさいとかああしなさいとか言われてはいとか言ってやってる、そんなんでもないですか。いや、それはあるかもしれない。もう大昔から変わらないんでしょうね。だってこの話だったかな、夫婦でセックスするときにあんまり妻がリードすると奇形児が生まれちゃうよと、夫婦のセックスのときは少し夫の方から行きなさいと、こうじゃなかったですかね。いや、それは聞いたことないです。聞いたことないですか。そうですか。僕はなんかじゃあどっかで別のところで聞いたの。生物学としては、もう12億年前にオスとメスができて以来ね、今の生物、生き残ってる生物は全部オスからセックスは積極に行くんです。ですね。その理由は、メスから行くと奇形の生成率が高いとなってるんですね。ですから、そういう全体の夫婦のオスとメスができるまでは、まず第一、人間は人間というか生物は死ぬことができなかった、子供がいないから。だからもう大変で、劣化していく細胞をいかにしてつないでいくかと。しかも子供っていうのができないから。だけどやっと
オスメスができてから細胞をリニューアルすることができたんで、はいはいはい、だからまあ夫婦っていう単位は極めてまあ生物学的には基本的単位で、まあ、その生物がぐっと増えたのはまあ5億5千万年前なんですけども、その間ちょうど氷河、大きな氷河時代なんかあったんでちょっと遅れたり紫外線が強かったりしたんですけど、結局生物が地球上に繁栄したのはオスとメスができて劣化していく細胞をリニューアルすることができると、その時はまあこういう話のようにこう産んでいくっていうかですね、まあ、それがまあ生物には非常に基本的なものだったと、まあ、いうことなわけですよね。そうですね、産むことによって再生する、そうです、常に新しいものにどんどんリニューアルをしていく、そうですね、そうしながら環境にどんどん適合していく、そうですね、そういうことがやっぱり我々にとって一番大事なことなのかなということですね。だからそういう意味でイザナギとイザナミもその二人で力を合わせて神々を産んでいく、次から次へと産んでいく、はいはい、産んでいくんですけれども、海の果てにイザナミの方はお亡くなりになっちゃうんですよね。そうね、なんか一回だけど亡くなって一回回収してくるじゃないですか、はい、黄泉の国からちょっとちょっとって夫が行って、はい、であれ結局はイザナミイザナギが最後にお亡くなりになることまでは話があるんですか。あります、はい、ありますか。で埋葬まであります。あ、埋葬までありますか、はい、で埋葬した山が火葬したっていうふうに書いてあって、あ、火葬したとか、でその時に火場、つまり、ほうほうほう、火の場ですよね、火場で火葬しましたと、ということがちゃんと書いてあります。それはね、はい、驚くべきことでね、はい、実はねヨーロッパは土葬なんですよ。それで、日本は基本的には火葬なんですよ、はい、もう昔から。それはやっぱり湿気との関係で決まってると言われておりますけどね、科学としては。ああそうですか。イザナミが先に亡くなる、先に亡くなります。ああ、そして火葬される。はい、火葬する。おお。火葬した場所が火場と言いまして、火場って言うんです。山のてっぺんで火葬するんですけど、この場所が火場山。それでこう天に昇る、天に昇っていく。煙となって天に昇っていく。天に昇っていく。なるほど、なるほど。ところがお亡くなりになった後、まあ身は焼かれてしまうんですけれども、はいはい、その魂は黄泉の国にしっかりとおいでになるということですね。はい、でこの黄泉の国にいるということを知って、はい、で旦那はどうしてもらいたいと。なるほど。これで旦那は自殺する。いや自殺はしてないです。黄泉の国に迎えに行くんです。これほとんど、まあ、ギリシャ神話のオデッセアに近いような話になってますけれども、面白いのは黄泉の国まで迎えに行って、はい、でそこでこう、分かりましたと、はい、ではあなたがおっしゃるように、はい、あなたが その日までおっしゃるんだったらば、はい、私も帰れるように黄泉の国の神様にお願いをしてまいります、はいはいはい、そこでお待ちくださいませ、はい、その間一切中を覗いてはなりませんよと言われるわけですね。だいたい男ってのはもう覗くなって言われるともう大体覗きたくなるんですよね。で覗いてしまったら、まあ体中に雷の神様が湧いてる状態だった、すごい状態だったということでびっくりして、で旦那は逃げ始める。なるほど。で、まあ、見られた方の、奥様が見たなーということでうわーと追いかけてくると、そんな風な物語がこの後に続いてきます。さっきちょっともう一個ご質問したかったのは、はい、雷信仰っていうのでもないけど雷の考え方として、はい、その清らかな天と地を結ぶものっていうのは雷であるっていう話を一回聞いたことあるんですけど、はい、そういうのはやっぱり考え方あったんですか。ありますね、はいはい、でそれから同時に雷は、天と地を結ぶだけではなくて、戦を立てられる、なるほど、はい、電光石火のごときっていう、そういう考え方で、なるほど。で雷の表現もですね、例えば光るいかづちぐらいだったらイメージ分かると思うんですね、はいはい、あるいはとどろくいかづちだったらイメージ分かると思うんですけども、はいはいはい、黒いいかづち、伏せてるいかづちって、これほとんど意味分からないじゃないですか。なるほど。で古事記にはそういう描写が出てくるんですね。伏せたいかづち、真っ黒いいかづちが体に取り付いてるってことです。なるほど。これ何なんだろうなと。で、意味が分からずに、いわゆるフランシュタイだったんではなかろうかと、はいはいはい、でフランシュタイがまさにその雷が光ってるように見えたんだというふうに解釈をされる方が、結構多かったんですけども、実は僕は本の中ではおそらくそれは軍団のことを言ったんだろうと、はい、将軍がいて、はい、大将軍がいて将軍がいて、はい、指揮官がいて兵隊さんがいるっていうね、はいはい、そんなようなことを言ってるんじゃなかろうかという、詳しいことは本の方に書いてあったんですけども、なるほどね、そんな形で夢の国まで迎えに行くんですが、びっくりして逃げ帰ろうとしてるところを後ろから追いかけてくる、はいはい、で最後にちびき岩っ
という岩を引っ張ってきて、しびき岩ですから1000人で引っ張らなくちゃいけないほどの大きな岩、これを一人でひょいと引っ張ってきて、で夢の国の入り口のところにドーンと置いて、でもう来るなってわけですよね。でこの時にそのちびき岩の向こう側、つまり夢の国の側からイザナミが、奥さんが旦那に声かけるわけです。なるほど、愛する夫よって言うんです。なるほど。ついさっきまで、お前見たなって言ってこんなんだって追いかけてきたんと、にもかかわらず愛する夫よと呼びかけるわけですね。で、あ、こいつ俺のことまだ愛してたのかなと思って喜んでいると、お前がそのようにするならば、うん、私はお前の国の民草を1日1000人首に殺しましょうと、首に殺すんですよ。こういうわけですね。で普通ですね、例えばよその国から、お前の国 の民衆を毎日1000人殺してやるぞって言われたら、ふざけんなと、やるかこの野郎っていう話に必ずなるじゃないですか。ところが日本の神話のこれがまた実に面白いところで、ちびき岩を挟んだこちら側に、旦那のイザナギがいるわけですね、イザナギが答えるんです、愛する妻よ、お前が お前がそのように言うならば、私は、1日1500の産屋を作ろうと。お、なるほど。産屋っていうのは昔は子供が生まれる時に、1000人殺すのは1500人産むぞと、そういうことです。そういうことですね、はい、だから殺されても殺されても繁栄していくよ。なるほど。でそのお話が先ほど先生のおっしゃられた再生、リニューアルしてどんどん再生していくという、ところにまたつながってくるわけですよね。なるほど、はい、でそのようなことで、頑張るぞと、で男はどこまでも産屋を作るわけですから、産屋、男は子供を産めませんので、産屋を建てるわけじゃないですか、もう朝から晩までトンカントンカンやって、カンカンってやって家を作る、それはもうそれは男の役割だよと、男は働けと、どうせ役に立ちませんからね。そうそうそう、という話ですね。で、まあちびき岩のところでお別れをして、で、国へ帰ってきます。これがまあ大体博多湾のあたりをされているようなんですけど、場所もいくつかあるんですけどね。僕は博多湾説を取ってるんですが、そこで、お清めをするわけですね、海に入ってこう体を洗う、ね、この時に生まれてきた神様が、天照大神様であり、月読みの神であり、そして佐野の御事で、じゃあ天照大神の三兄弟っていうのはイザナミから生まれたんじゃないんですね。まあ、古事記の記述はそうは書いてないですね。イザナミから生まれたわけではない。なるほど、はい、よくあっちこう汗とかいろんなとこから生まれますからね、はい、そういう形でイザナギから生まれた、なるほど、はい、なるほど。でイザナギから生まれたのがまず天照大神様、で、月読みの神、佐能の御事で、これ俺は産んで海の果てに素晴らしい神様を得た、なるほど、なるほど、と言って、でこの時に、天照大神様に対しては首につけたその玉を、玉っていうのは魂ですね、これを天照大神様に授けたっていう書き方をしています。なるほど。つまり天照大神様というのは女性の神の体をしているわけです、はいはい、女性の身を持ち女性の魂を持っているわけだけども、そこにお父さんが自分の魂を授けているわけです、なるほど、なるほど。つまり天照大神様の中には男性の魂と元からある女性の魂、両方が入っている。つまりそうなってくると性別の、外見上は性別があっても、魂は性別がない、両方の性を持つことになりますので、一番最初の創生の神々と同じ、なるほど、つまり性別のない神様と同じで、なるほど、位の一つ高い神様だという、そういう見方になるわけです。なるほど。これに対して佐野の御事なんかはもう純粋な男性心、なるほど、ですからちょっと位が低くなる、それでヘマばっかするってことになるでこの佐野が高間ヶ原で 大暴れをしまして、そうですね、で、これで天照大神様が岩宿にお隠れになってしまう、ということで、雨の岩宿の神話がここから始まっています、でこの雨の岩宿の神話なんですけれども、よく誤解されていることが、佐野の御事が高間ヶ原で大暴れをして、ついに天照大神様が経営していらっしゃるその旗織り所、
で、の女性を殺すんだったか、はい、巫女から殺すっていう、まあ、事故でお亡くなりになっちゃうんですね。あの雨のあの川を向いた雨の淵駒という馬を、はいはい、その旗織りをする旗織り所の屋根からドーンと掘り込んだ、で馬が突然入ってきたんで、はいはい、びっくりした織目が、あの織物をする火で大事なところをついて死んでしまったということが書かれてますね、はいはい、でこれをご覧になられた天照大神様が雨の岩宿にお隠れになるんですけれども、はい、古事記の面白いのは、ここでですね天照大神様がその亡くなった織目旗織の女性、を含む一連の事件を見て貸し込みて岩宿にお隠れになったって書いてるんです。あ、なるほど。で貸し込むっていうのはあの神社なんかでよく貸し込み、貸し込み回すっていうじゃないですか、つまり敬意を払ってってことですね、あの女性が亡くなったことに敬意を払って岩宿にお隠れになったってなんだかおかしいじゃないですか、誰に対して敬意払ってるのかというと、スサノオに対して敬意を払ってる。はあ、はあ、なるほど、はい、あのスサノオに、弟のスサノオに、あのもういい、もうあとは私が引き受けますからお前はそれ以上暴れるなと言って、天照大神様は実は岩宿に お隠れになられてるわけですね。でつまりスサノオの乱暴な行動には意味があったってことですか。はい、なるほど、そうですね。その意味はこの段階ではまだ明かされないんです。ああ、なるほど、はい。で天照大神様が岩宿にお隠れになる、まあ、あの太陽神ですから、太陽がこう暗くなって入れてしまうことで真っ夜中真っ暗になる、蛆虫が湧くと、はい、もうサバエナス道っていう表現なんですけども、狭いところにハエがブン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 飛び回って、一匹いたってうるさいのに、いっぱいいたらもうどうしようもないぐらいうるさい、まあ、それぐらいも大変な状態になって、そしてあらゆるあのよろずの災いが起こったと、でこの時にあのよろずの災いっていうのがですね、妖怪の妖っていう字書いてるんですね、あの妖怪変化の妖、あの あれ訓読みが怪しいじゃないですか、はいはいはい、であの漢字ってもともと女性が体をくねくねとこう、なるほど、あのくねらせて品を作る姿を、姿の象形文字なんです。つまり、ま、世の中が真っ暗闇に閉ざされることによって、で、女性がくねくねと体をくねらせながら、はい、あらお兄さんいらっしゃい、あらもうしばらく様子見なかったわねと言いながら、その、まあ、その春を売るようなね、そういうふうなもの、非常にこうサバエナス道喧騒状態、はいはい、ものすごくもうチンジャラジャラとかってものすごく喧騒状態にあって、はいはい、そして街角で女性があらお兄さん、はいはい、ちょっと寄ってくださいよ、はいはい、言っているような世界、そんなふうな状態になってしまったって、これね、どうもね新宿の歌舞伎町のようなね、あの夜の繁華街のような、そう、あれがよろしくないって言ってるわけです。ああ、よろしくないって言ってるんですか。はい、そういうよろしくない状態が起こったと。ああ、なるほど。それで、真っ暗闇になっちゃったということで、八百万の神々が困って、で思いかねの神を中心にみんなで集まって、雨の安の河原で会議をする。これが我が国初の国会ですよね。はいはい、でこの時にいろいろこう決めて、で最終的にその雨のうずめという女性が、はいはい、踊ったと。踊りを踊って、で、まあ、表が騒がしいので、はいはい、天照大神様が何やら表が、騒がしいが、何をしておるのかということで、はいはい、まあ、こう聞いてくる、でその時に、いやもうあの立派な神様を、立派な神様が現れたんですよ、それは誰だと、あ、ご覧の神様ですと言って鏡をパッと見せる。そうするとそこに自分の姿が映って、天照大神様自分の姿で立派だと、これは大変なことになったと言って、まあお出ましになっていると、まあ、そんなようなことが物語として書かれているわけです。でここにやっぱりいくつかの大切なポイントがあって、まず天照大神様が隠れてしまわれることによって、隠れてしまわれた原因は何なのかというと、スサノオが、スサノオの御事が高間ヶ原で田んぼのあぜを壊したりして大暴れをしたってことですよね。で田んぼのあぜを壊されたと、壊された八百万の神々がその時どうしたかというと、天照大神様、弟君が田んぼのあぜ壊して、もう今わしら困ってるんですと、ああそうか、なんとかしてくださいと。なるほど、自分たちでやれってことですか。そうです。ああなるほど、俺私にわざわざ相談すんなとなるほど。そもそもスサノオの御事って実の弟じゃないですか、弟が高間ヶ原まで挨拶に来たということで、お姉ちゃん、武装して出迎えてるわけですよ、はいはいはい、これがね、実の弟で敵意が なかったからよかったようなもんで、はいはいはい、もしそれが敵意のある、もう、あの武装したっていうのは、そうか、万が一襲ってきた時のために、はい、ああなるほど。でも、
来たスタノオには全く襲う気はないわけですよ。はいはいはい、お姉ちゃんつって来たんだからね、はい、姉ちゃん、俺はお前に追い出されたよって言って来てるわけで何も武装する必要ない。それあえて武装をして出迎えた、うん、もし前スタノオではなくて違う、うん、悪の大将みたいなものが軍勢引き連れてやってきたんだったら、その時にもやっぱり天照大神様が武装して出迎えるんですか。もしそれで天照大神様がもし殺されるようなことがあったら我々は太陽を失うんですよ、うん、太陽なくなったらどうなっちゃうんですか、うん、真っ暗闇になっちゃうでしょ、うん、社会全部が新宿の歌舞伎町になったら大変なことになりますよ、うんうん、ということを古事記は伝えようとしてるわけです。なるほど。だから大切なことはその一番大切な存在っていう、のを、うん、いうものに、うん、全ての責任をなすりつけちゃいけないよと、はい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 、一番大切な人はいざいつでも自分の身を犠牲にして頑張ろうとしてるけどお前らはちゃんとお前らでやってくれと、そういうことですね。はい、まあ、神話ってのは一般的にまあ、話の内容は稲葉の白尾杉にしても何にしてもなんとなく大和のオロチにしても大和のオロチかな、はい、まあ馬鹿らしい話のように思うけどその中でかなり深い話があるわけですよね。その神話の一つ一つの意味を理解するっていうのは結構大変で、うん、まあ、全体の流れの中でねそういうことになってるから、それは、まあ、言ってみれば天照大神が岩戸に隠れたのは佐野の命の行状をたしなめるためではなく、ここら辺に座ってる神々をたしなめる意味だったと。そう、そういうことですね。目覚めるとだから、なるほど、この雨の岩戸の事件の前と後で、はい、おうおうおう世の中全然変わってるわけですね。おう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 、前は、はい、天照大神様が国家最高権威である、はいはい、同時に最高権力者だった、はいはい、何があっても、はい、高間原に何があっても、はい、天照大神様が前面に出てって、はい、全部対応しなくちゃいけなかった、うん、なるほど、最高権威であり同時に最高権力者だったんですよね。なるほど。ところがこの事件の後、ほうほう、天照大神様の下にここで牛白が出てきたんですか。そうです。おお、ここに八百万の神々の議会ができるわけです。なるほど。でここが権力の交渉をする。なるほど。権力の交渉をするということは、なるほど、この人たちは責任を取るということなんです。そういうことですね。はい、ええ、つまり責任を取る権力と、ええ、その権力者たちよりも上位の権威っていうのを、ええ、明確にここで分ける。なるほど。これがこのことの始まりが実は雨の岩戸事件だったんですよ。なるほど。はい、これは日本書紀はどのように書かれているんですか。全く同じ書き方です。ああ、なるほど、はい、なるほど、なるほど。そしてこの雨の岩戸の事件というものを経由して天照大神様が本当の意味での神々しい神様となられたという書き方をしているわけですよね。まだこの時はちょっと世俗的なものが入ってた、はい、ところが本当に権威だけになって、まあ、いわば後の天皇陛下になって、はい、そうです。天皇陛下がどんなわらぶき屋に住んでても権威は権威だと、はい、いうことははっきりしたわけですね、はい。そして八百万の神々というのはこれ神様です、はいはいはい、神様がこの八百万の神々は天照大神様にとってまさに宝物です。大御宝です、はい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 、で ここが大御宝だということはまたこの図へ戻るんですけれども、今の図はこう直線にこうなってましたよ ね、 そうですね。これがなくて、はい、うんうん、結局この形が出来上がる。つまりシラス当時というものがここで完成をした。ちょっと前の図でこの図だとだけど、はい、天照大神、太政大臣、平民ってなっちゃうけど、はい、ただ天照大神様のこれ太陽の光ですから、太陽の光は権力を持った人にも、うん、一般の庶民にも、うん、同じように降り注ぐ、うん、権力を持った人にだけ、うん、太陽の光がたくさん当たって、まあ、ヨーロッパ式ね、ヨーロッパ式太陽王とか言いますけどねああいうことはないってことですね。なるほど。みんな同じだよと。なるほど。だこの権力者というのはみんなのただ代表団に過ぎない。なぜ代表かといえば責任を取る立場だから。なるほど、なるほど、はい、で雨の岩戸の事件の後、うん、この議会が、うん、議会の権限で、うん、そして議会の責任で、うん、天照大神様の弟君の偉大な神様であるスタノオノミコトを地上に追放するわけです。なるほど。はい、この時すごいんですよ。両手両足の爪全部引っこ抜いて、で、ひげを全部剃っちゃう。これはだから天の岩戸だからまだ天井にいる。天井。話だね。はい、ああ、なるほど。スタノオのひげも剃っちゃう。ひげっていうのは霊力の象徴ですから、つまりスタノオの命の神様としての霊力を全部奪い取るわけです。奪い取って。で両手両足の爪を引っこ抜いて、はい、でさらに多額の賠償金をドンとかぶせて。で地上にそのままボーンと放置する。はあはあ、なるほど。
はい、でもうだから地上に放り尽くされた時点で佐野の御事はもうボロボロの状態ですよね。なるほど。もう詰めないし、詰めないし霊力はないし、はい、霊力ないし、ただのおっさんだし、はいはい、でただのおっさんなんですけれども、やっぱり佐野はそこで今度は、うんうん、あのヤマタノオロチによって困っている村の民を助ける。降りつけからすぐヤマタノオロチを退治したんですね。確かね、はい、順序としてはね、はい、ああなるほど。男子たるもの、どんなにその重い罪を着せられたとしても、うんうんはいはい、どんな窮地に追い詰められたとしても、はい、どんな咎を受けたとしても、はいはい、最後の最後まで民衆のために戦え。なるほど。なる、はい、あの大変だな戦おうあのどんな迫害を受けたとしてもそう、ね、本当のことをちゃんときちんと主張するきちんと言うと、あれ当然のことだと。 それが我が国の神話の時代から続いている日本人の精神なんでしょ、うん、ってちゃんと古事記に書いてある。なるほど、はい、ということですね。お天野岩戸の事件ってのはそういう意味じゃ政治体制としては決定的だったわけですね。まあ、だから権力者は、はい、まあ、平民とは同じとはいえ責任を取らされるんだから、ちょっとあの日常生活は美味しいものを少し食べてもいいよってことあるかもしれないですね。まあ、多少はね、あのでも一汁三菜でね、まあ、庶民あの一般の兵隊さんが一汁一菜で、はいはいはい、おかず一品に対して、はいはいはい、まあ、あの商工クラスになりますとね、はいはいはい、一応まあおかず3種類と3種類と何かといったらおしんこの切り身が3つだったっていう。ああ、なるほどなるほど別にお頭付きがついてくるわけじゃないっていうなるほど、まあ、そんなことではあるんですけども、ただあの、権力を持った人っていうのは偉い人のことを言うわけですね。権力っていうのは音読みじゃないですか、はいはいはい、で権力者っていうのを我々日本人は普通に偉い人と言います。偉い人という大和言葉で偉い人なんですけど、はあはあ、偉い人ってどういう人かというと、はあはあ、もうしんどいし、はあ、そうか、もう偉い、あの名古屋なんか偉いって言ったらしんどいってことですよ。あの東京じゃ偉いって言ったら偉い人ですけどね、あの名古屋は偉いって言ったらしんどいってことです、はいはあ、なんかあったら責任取って腹切らされるんですか。なるほどなるほど。あのだいぶ以前になりますけど、うん、川崎で中一児童殺害事件ってあったじゃないですか。で、あの、ああいう事件がね、うん、もし江戸時代に起こったら、はいはいはい、川崎の町奉行は間違いなく切腹なんです、はい、なるほど。なぜかというと、あの中一の児童が殺害されるという悲惨な事件が起こったわけですが、そういう事件や事故が絶対に起こらないようにするために、ありとあらゆる権力を与えられているのが川崎の町奉行なんです。ありとあらゆる権限を与えられていながら、現実にそういう事件が起こってしまったのならば、うんうんうん、その責任は誰の責任か。なるほど。もちろんあの加害者を処罰しなくちゃいけないのは当然ですけども、なるほど、加害者を処罰するだけじゃなくて、そういう事件や事故が起こらないようにするための権限を持った人に対に関する責任はないの。なるほど。これ当然でしょ。当然。だから子供が殺されたんだったらば、川崎の町奉行も当然死ななくちゃいけないんです。最近あの自粛すると新型コロナの死者数が増えてるから、やっぱり自粛を決めた人は責任取ってもらわなきゃいけないな。そうです、まあ、責任取ってコロナになっていただかなくちゃいけない。あ、そうこの次はどう、はい、そうですね、はい、はい、あのーまあ、ここは非常に重要なとこです。そうですね、はい、でこの雨の岩屋の事件があって、そしてこの体制が出来上がる、うん、はい、できてこれができる、これが出来上がる、うん、でこの上で今度はその権力者として与えられた、権力者にとって責任とは何かっていう物語がこの後に続いてくるんです。おお、なるほど。よくできてるんですよ、神話は。よくできてますね。はい、あ、じゃあ、まあ、その責任の話は少し長くかかります？そうですね。また、はい、じゃあまた回を改めてお聞きすることにいたしましょうか。はいはい、日本今ずっとお話がありましたが、天の岩戸、皆さん天の岩戸がですね、この日本の権力構造を決めた元であった。ということはもう絶対にご存知な、あ、知ってる人はもちろんいたでしょうけど、僕なんか知りませんでしたね。それでこの権限、この構造ですね、牛悪統治の民族はみんな不幸なんですよ。なんで不幸かって言ったら、今の時代でもそうですけども、支配階級になることが目的なんですよ、あの他の国はですね。だから支配階級になることが目的なんで、全部嘘つくんです。この民衆には嘘つくんですね。お前らのためだよ、お前らのためだよと言って自分が得をするっていうのが、あ、それはね、日本人には分からないんですよ。
この日本人っていうのは大義名分、この日本人はこういう構造ですからね、いつも民衆に対しては天皇陛下が大義名分できちっとおっしゃるので、それを信じてればよかったっていうことですね。これがまあこのことを日本人が分かるようになればですね、日本の国際政治とかそういう面では非常に力を発揮すると思うんですが、幸いなことに日本は向こうだったもんですからね。だからね、日本人自身は鎖国してる間は幸福なんですが、外国との付き合いってことになるとですね、外国人は常に嘘をつくということが分かってないっていう点がですね、まあ、僕には非常に残念に思いますので、まあ、もう一回ちょっとこの回の先生の話をお聞きになってですね、おお、なるほど、ヨーロッパととか中国と日本はどこが違うんだっていうことをですね、お考えいただければと思います。じゃあ先生、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。